はい、どうも皆さんこんにちは、パッティーです。ということで、今回なんですけど、今回はまあ新シーズンが来たということで、今回はソロランクやっていきたいと思います。レッツゴー。よし、これもうそろそろ勝つよ。そろそろ勝っていきたい、もうさすがに。ということで、これで、いや俺もうここでもう勝てなかったら普通のソロ行きます。はい、結構いるかもしれないが、そんなのは関係ない。上昇できない。なるほど。上昇して、左、右、なるほど。上昇。これ。ってやつね。なるほど。了解だ。操作は、まあまあ、簡単。結構、ちょっとあれか。ちょっと違う感じね。うわ、カメ、なんだこれ。え、猫だ。猫の弾。あ、これか。なんこれ。サイドウェイズじゃん。なんこれ。サイドウェイズじゃん。何のやつ。あれじゃん。昔のさ、なんか砂の時代のやつみたいな、石のやつじゃん。これ、これ強いの。うわ、弱っ。なんかいるよ。でかいでかいでかい。うまいって。よしよしよし、今の格好良かったな。これでドリ押しで勝つっていうね、完璧。あれミスタルコンボ、あいつどこ行った。おらぁ、できなかった。ボクス、はい、ボクス、OK、ケルベロス、マスショットガン強い、ショットガン強い。ケルベロスってやつなんだ。なんだポイント、ケルベロス強い。おっか、行きましょう。
え、あぶ。やばい、お疲れいって言おうとしたら、危ねえ。俺がお疲れになるとだった。あぶ、あぶなすぎ。俺今囲った瞬間、俺の勝ちだと思って。正直。危なすぎ。戻った。ミシック、ミシックポンプ。このパスク。あ、危ない。あいつか。このミシックなんだ？このミシックじゃない。怖すぎ。まあ、これで抜けねえだろ。でさ、能力見ていい？あの、コインの。コイン。移動、あ、これ、あれか。あ、これね。この移動のやつか。この移動のやつが、追加されるやつ、ね。自動的に。強いな。でも、これ間違えて、あの、ジャンプ2回押しちゃうことあるんだよね、これ。結構。それで、間違えてやって落下しとかしたら本当にしょうもないから、気をつけた方がいいな、使うときに。落下ダメージ多分食らうと思うから気をつけて使った方がいいな、やっぱり。なんかあいつの？あぶねえ。本当に殺されてたら本当に大パンしてた。仕込むと俺が大パンさせるわ。いい、あぶねえ。何この宝箱。何これ。初めて見た。なんか開けてみよう。うわあ、これか。サンダーのやつが出るやつね。なるほど。なるほどね。個人的には今シーズン意外に楽しいかもしれないって感じだね。あともう一つなんか話したいことあるんですけど、チャンネル登録300人いきました。皆さんのおかげです、これ。マジで、ありがとうございます、本当に。皆さんのおかげで、もうチャンネル登録者数300人までいってて、いや、本当に、まあ、目標の300人だったんで、本当に嬉しかったです。なんで、次はマジで500人目指して頑張りたいと思うんで、よかったら皆さん、チャンネル登録お願いします。ガチで、300人で普通に嬉しかったから、もうマジで皆さんのおかげだなと思って。まあ一つ話したいんですけど、あとね、300人行ったんで、ちょっとやりたいことがあってですね、300年記念で、あれします。デスク紹介したいと思います。まあなんかジョーさんが、なんか300人とか行ったら、何した方がいいって、ジョーさんに聞いたら、デスク紹介とかいいんじゃねって言ってくれて、あ、確かにいいなーって思ったんで、デスク紹介したいと思います。
多分そのうち多分デスク紹介するんで、よかったら見てください。よければ動画投稿します。デスク紹介俺のデスク見て驚く人多分いると思うんですよね。パーン、いいんじゃないの。何個取るのか禁止よ。体力まで削れることあんまないっしょ。いやもうねダメっすよ。もうねこのサンダーにね最強のねやつがねこのミシックっていうかこのあれなんですよ。はいはい、おーパン強すぎる。よし、本当にこのミシック強い。ミシックじゃないか、これは。お、なにこれ。あ、これあれだ。使おう。これ、あれっす。今シーズン来た、やつ。これあれっすね。サーマルスコープみたいな、来たらしいんですよ。これ使います。いや。あ、やばい反動、これ。なさるぞ。ガチャってぐらいだ。あれやばいんちゃう。あれアンチが行ったんちゃう。やば、挟まった。お、死んじゃった。ラスト。ラスト一人だよ。勝つよ俺。お前よ、よくもチャールズコー、うん、お前よくもお前、俺に稲妻打ったな、お前、マジで。よし、あぶねえ、ほんとに。ということで、よーし、よかった、勝てて、マジで。ほんとによかった、マジで。てか、このショットがマジっすね、普通に。ということで、ランクで勝つことできました。やばかった、マジで。よーし、プラチナ。からの、まあ、98%。めっちゃ上がるわ。ということで、まあ、11キルビクロイできました。あ、よかった、マジで勝って。よし、ということで、今回は、まあ、新シーズン、初見で、まあ、ランクやってみました。まあ、こんな感じですね。まあ、結構、まあ、うまい。そうそう、稲妻とかやばいんですけど、稲妻、雷。雷のやつがやばいんですけど、まあ、中性って、まあ、もうちょっと、まあ、マシになりそう。かなって感じ。まあ、結構まあ、まあ、今シーズンまあ楽しいかなって個人的には思いました。はい。まあということで、まあ、皆さん、じゃあまずまあ300人ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当に300人。はい。いや、これからもどんどんチャンネル登録増やしていきたいなって思います。よかったらチャンネル登録もお願いします皆さん。もう本当になんか喋れてない。いや本当にありがとうございます皆さん。本当に皆さんのおかげで300人行くことができたんで、本当に感謝しかないです。はい。まあということで、まあ300人行った記念ということで、まあデスク紹介するんで、よかったらそっちの方もまあ楽しみにしててくださいということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあバイバイ。